ババヨシツグは日本の検察官、元検事総長、小にババヨシノブ、福岡県出身。成果は貧乏であったが、幼少期よりすべての科目で秀才の誉れが高く、特に数学では並外れた才能を持っていたため、上級学校進学の援助者があり、田川中学5校を経て、1927年3月に、 東京帝国大学法学部法律学科英法科、卒業。同年12月に、公文行政科、司法科試験に二度目で八番で合格。翌年の1928年に、司法官司法。1929年に、検事任官。同期の柳川真文、井本大吉らと共に、三番ガラスと称され、一期下に、田中一万一がいた。戦前の主流であった。 死をの末飛行、大御所とする、思想検事が、戦後の気並み公職追放されたこと、また戦後は、花井正のように弁護士や判事出身が、検事に登用されたことと合わせて、昭和電工事件など、GHQ 内の派閥構想も絡んで頭角を、現した。いわゆるせっかの恐怖から政府に有用な人物には手を、出さないなど、国家有用論の死をの罰らとの共通点も見て取れ、 このことから小原正し系列のババラ、経済検事と公安思想検事との抗争は単なる主流派と暴流派との争いであり、それ以上のものではなかったとも言える。この頃、二十煙突事件で特捜部を使って、大橋武雄に反撃し、大橋の追い落としに成功する。戦後の政官会汚職に、ほぼタッチしてきた。検事は、経理に精通せずは、汚職追求は、 不可能と述べ、配下の河合慎太郎らと東京地検特捜部の創設に関わるなど、経済検事の代表的存在。経済検察は、戦前の統制経済、特に国家総動員法第19条に基づく、価格等統制令、その他に、時代家賃統制令、賃金臨時措置令、会社給与臨時措置令などの交付施向から、経済事犯の増加を見ることにより、 1938年7月の警保局による各府県警経済保安課新設による経済警察からおよそ1年遅れの1939年12月に戦前の司法省に設けられていたが、その流れを組む。終戦後の1947年、経済検事系列に連なる木内添駅、東京地検検事制により、 同治県総務部長から同治県自席検事についた。この頃の特別捜査部設置の際、自らが東大出身であるにもかかわらず、東大県庁人事の官僚主義では、刑事捜査はできないと考え、捜査に力のある者の,の抜擢を図ったとされている。常に敏速で、カミソリであるとともに、激しい性格から、雷でもあった。 1967年11月検事総長として、退官するまで常に、帝都東京で勤務しており、地方勤務を一度も経験したことのない得意な、経歴を有している。後検事総長退官後に、竹内重平を公認に据えようと画策するが、塩野末彦の司法省時代の秘書官も務めた、経験もあり、1968年に、日通事件で、 東京地検特捜部に取り調べられることとなる池田昌之助や佐藤栄作らに阻止され妹大吉がつくことになり挫折した田原総一郎は元検事の聞き取りとして馬場の処生術について触れ検察官としてごく平均的な生き方をした人間として平沼金一郎がおり平沼が出世した理由として政治家のちょっとしたスキャンダルを見つけてきてはそれを フレームアップする。狙いをつけている政治家が頼み込んできたら、そこで打ち切って大いに恩に着せる。その平沼流出世術を真似したのが馬場であり、これを当時の自民党の実力者である河野一郎にあり、後、広島貢献に転出させられそうになったのを河野の口利きで撤回させたという。なお、検事総長になるほどの人物であれば、 誰でもこの類の話にこと書か,かないとも記している。ABCD、知見特捜部、P44P49、読売新聞1959年2月12日付長官2面など、派閥争いにこと書か,かないとされる、法務検察内では、現在では、官僚派と現場派との対立として描かれる。思想検事 P129 など人物ファイル横断、ワップレス、 日本の官僚 1980p256 から257ありがとうございます。